あそこ、インコース、ストレートでしょええ、マジで。あそこのポランコ選手のさ、ワンボール、ツーストライク、スライダーで追い込んだ後。あれ、外じゃリーチ長いから、あそこ持ってからでしょ校長ポランコ選手なんだからあ。あれ、絶対インコースのストレートでね。 つまらせられてたよ、絶対に。リーチあるんだもん、外国人選手。ターリー選手のインコースならね、抑えられるよ。ヤクルトの村上選手はね、もうリーチとかの問題じゃない、あれは。あれはもう日本の4番クラスだし、まあリーチもそんな長くないしね、腕も。でも、ポランコ選手はあれ絶対インコースだったら抑えられてたって。 マジでなーもう、あそこの時点で決まってたわ。あれでね外、まっすぐ行って、ガーン撃たれて、その時点でもう、試合終了よ。中地、ベテランだもん、撃つよ、ああいう場面じゃ。いやーマジでなー悔しいわ、今日は。うんマジかよ、い。や、勝ってると思うじゃん。 8回まで2-0。遠藤ちゃん、もう完璧、ホープ完璧。あー、まあ、9回表だな。打順の巡りもなんか悪かったわ。ワンナウト満塁で、バッター遠藤ちゃんだもん。あー、ま、ああれはね、変えなかったのは、まあまあ、初完封かかってるしね。気持ちはわかるよ。で、月ッ打っちゃうのもうピッチャーしょうがない。 いや最終回9回裏だよな、やっぱよー。クソがー。はーい、ということでね、試合振り返っていきたいと思います。まずカープ2回ね。ええー、この回先頭坂倉選手が、まあ粘って7球目フォアボール。これの終わったらな、1る。で、バッターはね、もう5月月間打率4割超えの構造の選手ね。これがね、もうほぼほぼ完璧なピッチングのメルセデス選手の、ちょっと甘く入った失投のスライダー。 これを打って、ま、あ一塁のね、中、中戸選手じゃないな、ね、まあ、一塁の右が抜けていく、ツーベースヒット。ああ、もうさすがよ。構造の選手ね。いいね。えー、もう打率ももう2割5分近くなってきてね。おぉ、まあ、今月、爆上げ中ですから。ま、あ3、4月、1割台 考えられないようなね、打率、うん。打席結果ですよ、5月は。素晴らしい。で、これ野渡の2類類、ね、ノーアトランナー、二塁三塁ね。で、次の磯村選手は倒れるも、その後、今日8番にね、末金選手入れてんのね。あさあ、笹岡監督、これはすごいいい采配でしたわ。うん。上本選手かなとか <laughs>、思ったけどね。まさかの8番、末金選手。 で、この末金選手、初級メルセデス選手にめちゃめちゃいいインズバストライク。で、2球目、これもめちゃめちゃいいインズバストライク来たのよ。ねえ、末金選手はね、なんとか、なんとかね、絞って絞って、振り抜いてね、ライト前先生2点タイムリー。素晴らしかったね、これは。うーん、いや、ああいうバッティングできるのはやっぱりね、魅力的だよね。 パワーヒッターならではの、振り抜いての、振り抜いた結果、しっかりと抜けていく強いだけね。あー、あれ素晴らしいよ。その聖火戦、聖火選手が8番にいるからね。今日のカープ打線は良かったです。はい。で、なおもね、まあ、ノーアタラナー1塁、えー、ワンナタランナー1塁か。っていう局面で、だったんですけどね。そこから遠藤選手バント失敗とかで。ま、あこの回無得点。まあ、ただね、遠藤選手のために2点。 カープ打線取ってくれました。で、そのまま試合進んで6回裏、ジャイアンツの攻撃ね。えー、で、この回9番メルセデス選手からの攻撃だったんですけど、このメルセデス選手がね、センター前、あー、なんか執念を感じる、そんな一打でしたわ。で、ノーアテランナ1塁。今日1番丸選手。これも高めのボール、センター前。ノーアテランナ1塁2塁よ。なー、もう大ピンチね。バッター2番のウォーカー選手ね。 で、これいいだけを左中間に上がって、うわー抜けちゃうかなーとか思ったんですけど、龍馬選手のスライディングキャッチーいや、めちゃめちゃかっこよかった。あれは単純にかっこよかったっす。いやーねー、これでなんとかあんなたらな、一塁二塁とか終わって、バッター吉川直樹選手をこれ吉川直樹選手が、遠藤選手に対してね、通算で6割ぐらい打ってると、 ああ、もう大好物にされてる遠藤選手なんですけど、ここは外側のボール、チェンジアップだったかなんで、6、6、3のダブルペイということでね、ノー当たらない1塁2塁のピンチ、無失点で切り抜ける遠藤選手。いや、ほんと素晴らしかったね。で、そのまま試合は動かずね、9回表よ。この回、先頭、坂倉選手がフォアボール、で、小園選手がセンター前へということでね、 あの、イニング、点を取った2回と全く同じ形ね。うん。で、これで、磯村選手が送りバント成功。で、ワンアタラナにいる三塁。で、バッター、上本選手この上本選手のところでね、もう、ジャイアンツバッテリーはね、ほぼほぼほぼ、ウエスト。<laughs> スクイズ大警戒の中、上本選手はフォアボール。ここ、笹岡監督動かなくてね。ああ、これは良かったですわ。うん。 もう2ボール1ストライクからもウエスト。3ボール1ストライクからもウエストってことだよね。あそこでスクイズのサインなんて出してたら。ああ、もう、おしまいでした。ああ、はい。<laughs> ていうことでね、ワンアウトランナーワンで、バッターね、9番の遠藤選手のところも回ってきちゃうんだよね。ああ、待って、ここで、遠藤選手に完封してもらいたい笹岡監督。 ダイヤ出さないんですね。ネクストではまっちゃん、アンパンチいたんですけど、ここはアンパンチ送らずに遠藤選手そのまま出す機体って。遠藤選手ね、今年東京ドームでもレフト前タイムリー打ったりしてて、まあ、バッティングそんな悪くないっていう中で、初級変化球打ったんですけど、これショートゴロでね、6、2、3のダブルプレイ、ホームゲッツーっすよ。うーん。まああれはもうしゃーなかったね。 ええー、しゃーない。<laughs> あれは打順の巡りがついてなかったですから。んで、9回裏ね、この回、遠藤選手がマウンドに上がったんですけど、先頭ウォーカー選手ね、インコースのストレートうまーく持って帰ってライト前。で、続く吉川直樹選手、ここは追い込むんですよ。ストレートをうまく使って追い込んで、 最後の変化球が甘く入ってね、これもライト前、ノーアウトランナー一塁二塁。出ばった4番の岡本選手ね。ああ、もう一本、ホームラン出たらさよならホームラン試合終了っていう場面。ま、遠藤選手も力入るよね。ああ、そんな中でね、高めのストレートボール球。変化球も高め外れて、これ結局フォアボール。遠藤選手はこの回マレーこの岡本選手マレーと。 いうところで、ノーアタランナワ出てきましたよ。ここでターリー選手ね。ターリー選手出てきて、今日栗林選手がね、なんかね、お休みだったんですよね。もう、9回表のカープの攻撃中から、栗林選手じゃなくて、森浦選手とターリー選手がね、ブルペン投げてて、まあまあまあ、お休みの日はお休みの日だね。しょうがないなと思いますけど。 これで、ノーアタラな満塁でターリー選手出てきてね。初級インコース、スライダー外れてボール。で、2球目、外ストレート。これ打ちに行くもファール。ね、結構タイミング遅れたよパファールで。で、3球目、スライダーよ。うん、もうこれね、ターリー選手のスライダーに手出なくて。これで1ボール、2ストライクね。追い込んだんすよ。 で、まあ、3球目でね、インコースか外に逃げるようなスライダーこれうまく決まってたんで、4球目、まあ、これはストレートっていうのはわかります。で、これね、絶対インコース来るだろうと思ったんですよ。そしたらドン詰まりか、まあ、振り遅れの三振かなと。うん。そうしたら選ばれたのは外側のストレート。ターリー選手、外のストレート。これうまくレフトメン端っこされてね。あれはもうターリー選手悪くないっす。うん。悪くない。 だって、意図したところに投げてるんだもん、ちゃんと。ちゃんとミッドのところに投げててね。それで打たれたらもう、ピッチャーの責任じゃな、あれは。うーん。あれ、インコースのスレだったと思いますね。で、それで、点取られて2対1。ま、もう完全にね、あの、栃木の球場も、ま、ジャイアンツファン多かったですから。もうジャイアンツの逆転サヨナラムードよ。そこでバッターね、ベテラン中島選手でしょ中島選手もね、 ええー、まあ、初級、インコース、いいボール決まってましたよ。うーん。まあ、ただ、ねえ、ノーアタランナー、万塁の、ウキウキ、ワイワイムードの中のベテランだから。ああ、まあ、それはちょっと甘く入ったり来たら、打ちますよね。ええー、で、甘く入ってきたら、変化球をね、うまく勝ちこーんと、左中間、抜けていくボール。ああ、さよなら。はい、グッバーイ。<laughs> 勝てたって、マジで。 えと、ー、いうことでね、3対2、サヨナラ負け、9回に3失点のサヨナラ負けでした。今日勝てばね、対ジャイアンツの成績が5勝5敗だったんですよ。うん、5分に持ってけたところだったんだけどね、今日負けて4勝6敗うーん、嫌な流れの中でね、明日、明後日、ジャイアンツ戦迎えないといけなくなりました。まあでも今日、遠藤選手はすごい良かった。 あまあ、地元のね、外旋登板ってことで、初回からすっごい飛ばしてたんですよ。うん、低め、その飛ばしてたストレート、130キロ後半とかだったんだけどね。えー、全然急速よりキレがあってね。あもうジャイアンツの打者も手出なかったり空振りっていうのが多く見られたんで、すごいいいピッチングでした。うん。まあもう最後はしょうがないね。あのー、自分が9回表ゲッツー打っちゃったりして、まあうまーく、 切り替えられなかったのかなっていう感じがしました。うん。あと体力的にもね、も、ま、う、あ、120キロ超えてたんで、うん。高めに行くのはしょうがない。うん。まあ、完封するのは難しいってことですね。えー。はい。ということでね、今日、うーん、さよなら負けしちゃいましたよ。で、明日、カープは所コ選手。で、ジャイアンツは山崎伊織選手ね。うーん。明日現地行きます。 東京ドーム。ええ。まあ、ね、仕事終わりなんでね、もしかしたらもう6回とか7回とか8回から現地参戦かもしれないけどね。なるべく早く行きたいと思います。で、なんとか明日、明後日勝ってね、このジャイアンツの対戦成績を6勝6敗、5分にしたいですね。ええー、ただでさえ中日とヤクルトにうまいことやられてるんで、これ以上ね、嫌な球団は作りたくないよ。うん。 阪神とベイスターズめちゃめちゃ勝ってんだけどね。中日とヤクルト勝てなくて。だからジャイアンツはね、まあ、5部か5部以上の成績で今シーズンは締めたいですね。はい。だからそのためにはなんとか明日勝ってもらいたいなと思いますマジで頼みます。トコちゃん。トコちゃん今年いいからね。4勝1敗防御打つも2点台ってことでね。ねまあ、期待できるんで、明日もいいピッチングお願いします。ということで、今回はこの辺で、やっぱりあげて、今度 「命かけた勝負の舞台恐れずに進め」